引き寄せっていうのは、フォトンのこの、フォトンのやりとりです。自分がありがたいなと思うとありがたいながどんどん起こってくると。わ、最悪と思っていると最悪をどんどん呼び集めると。わ、幸せと思うと幸せをどんどん呼び合う。っていうのが、このフォトンのやりとりで、場所を自分をそういう波打ってることをしています。で、共振っていうのは、グランドピアノのピアノ線でこう調べられるんですけど、 ドレミアソラシドーってやるときに、このドレミファソラシまでをそーっとこう鍵盤をそーっと押すと、そーっと離れますと。で、フリーの状態でピアノ線をこう弾くと、ポン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 ってこう音が鳴る状態にフリーにしておいて、高いドーを強くドーって叩くと空気振動がドーで入れます。で、そのときに、 シラソファミレーはならないんですけど、下のドーだけがピアノ線が震えるんですね。それで音がドーって音がひ響く。これが共振です。っていうのは何かっていうと、倍数がそれぞれ、このドーとドーがちょうど2倍になっています。で、シラソファミレーは倍数が違うので響かない。ですね。で、これ絵で見た方がもっとわかるんですけど、この ドレミアソラシドーってあります。で、えー、このドーの波長に対してドーがちょうど2倍になっています。波がで。波のスタートの場所がそれぞれこうあって、ドーって空気が揺れると、ここでちょうどスタートになると、ここスタートが違うので揺れないんですけど、ここはちょうどスタートが同じなので空気がこれを揺れると、これも揺れ始めて、 この揺れが音として聞こえるので、どうが聞こえてくる。これが共振です。皆さんが、できるーって言ったら、できるーと呼び合うと。で、できるーと最悪は、周波数が違うので、呼び合わない。ですね。だから自然界の法則で、ちゃんとやったことの通りになっているんですね。信じなさいと。ありがとうって言ってればいいこと起こるから、信じなさいじゃなくて、この波なんですよあり。ありがとうって周波数出してれば、ありがとうって言うと呼び合うと。 で、最悪、最悪、最悪って言ってれば、ちゃんと最悪、最悪と呼び合うので、この波の法則として事実なんですね。悪いこと言ってると良くないこと起こるよって、だからやめなさいって言われても、あの、だから信じなさいじゃなくて、信じるではなくて、この理科ですね。私たちが、ああ、この磁石、磁石の周りに、何かありますと。磁場っていう場があります。そうすると、金属ものが、 磁性を帯びたものが近寄るとひゅっとこう寄りますと。っていうのが磁石の周り。で、この、これ、この磁石だとして、この磁石をビュンってこう、超速い速さでこう投げましたと。そうと、この磁場だけ置いていかれて、磁石がだけ飛ぶかっていうと、この磁場も一緒についていきます。そんな当たり前ですと。みたいな感じにですね、私たちは実は場を作ってます。人間、電磁場です。え、電磁場って何みたいな。これフォトンなんですけど、 フォトンが走ったのが電磁波です。電磁波の及ぶ範囲が電磁波っていうんですけど、人間が電磁波、バイオフォトンっていうフォトン飛ばすイコール電磁波を飛ばしていて、で、その電磁波が、まあ、私たちの意識です。意識を飛ばしています。そうすると、場なので集まってきます。で、皆さんが思ったこと、感じたことをですね、いつも運んでいます。磁石と同じです。 プールに潜ったら、それが取れるかっていうと、いつも意識しているので、取れないと。ずっとつ、つ、あの、ついてきます。飛行機に乗っても、ハワイに行っても、ずっと自分の意識はついてきます。で、自分が、うわ、最悪、最悪と思っていると、飛行機の中でもプ、ハワイに行っても、なんか最悪のことが起こってくるとで。自分、がありがたいなとか、幸せだなとって思っていると、自分が磁石なので、飛行機に乗っても、ハワイに行っても、職場を変えても幸せなんですけど、 もうこ,の最この職場超最悪と思って会社辞めても自分がこう磁石なのでその会社変えても超最悪なことが起こってくるんですねだから自分が変わらないと変わらないっていうのが自分がどういうフィールドを作ってどういうものを引き寄せてるかっていうのがこういう場を作ってるんですねで皆さんが幸せだなーってこう思ってるとそうするとこの幸せな出来事がどん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 こう集まってくるということをしています